ました。就職活動 TV。 この番組は兵庫県内で就職を考える皆様に就活に役立つ情報をたっぷりとお届けしていきます。番組を進行するのは就職ナビサイトハリマッチを運営する株式会社ダイネンヒューマンプラスの池田大輔と、地元兵庫での就職を目指して頑張っています甲南大学3回生田中美優です。私たちが地元密着で培った企業と求職者をつなぐノウハウをもとに、番組を通じて皆様に役立つ情報をお伝えいたします。ぜひ参考にしてください。まずは兵庫県内のおすすめ企業を紹介する地元注目企業に突撃のコーナーです。このコーナーでは番組が厳選した注目企業に訪問し、就活に役立つ情報や実際の職場の雰囲気などをリサーチしていきます。それでは早速突撃 VTR スタート。こんにちは、兵庫の就職をお手伝いするハリマッチの本村達也です。今回お邪魔するのは明石市二見町に本部工場を構える三和エンジニアリング株式会社さんです。通信技術や地球環境保全というこれからの時代に欠かすことのできない分野で躍進中の会社ということで、早速突撃取材に行ってみましょう。三和エンジニアリング株式会社はゴミ処理施設から出る CO2 の排出量を減らす装置や排ガス内に含まれる有害物質を除去する装置の製造といった環境分野の技術と、コンピュータやスマートフォンに使用される半導体や電子基板といった部品の大元となるプリプレグと呼ばれる素材を生産するプラント製作という大きな2本の柱を持った企業。まずは佐田社長にその技術力の高さについて伺ってみましょう。ではまず、はい、環境部門での将来性について、はい、お伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。2050年ですね、に CO2 排出をゼロにしようというところを国策としてやってるわけなんですが、排出源の一つであるゴミ焼却施設においては我々の今持っておるリサイクルプラントっていうのが採用されないとそれが成り立たないということが事実としてありますので、我々のメーカーとしての優先順位が高くなっているなというふうに感じています。次にその電子材料部門についてもお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、まあ、あのパソコンとか携帯電話の中にある、電子基板ですね、あれを作るための材料 を我々の装置で作られているわけなんですが、非常に精度の高い基板を作らないと成り立たないということになっておりまして、我々の商品じゃないと作れないという評価をいただいておりまして、ほぼほぼ独占状態で我々やらせていただいておるというような形になってます。創業から46年を数える三和エンジニアリング、今後の成長ビジョンについて熊本部長にお話を聞いてみました。ネクストステージというまあスローガンを掲げて、まあ次なる成長戦略ですねを見据えていらっしゃるかなというふうにお聞きしたんですけれども、そこのあたりをもう少し詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか。まあ、世の中今新しいツールっていうのがどんどん出てきてまして、作業仕事の効率化が進んでると思うんですね。その新しいツールとかを見つけてくる能力っていうのはやっぱり若い子の方が長けてると思うんですよ。若い子の力っていうのを取り入れていって、まあ、働くのが楽しい、まあ、私生活も充実した私生活を送れる、そういう働き方っていうのがネクストステージだと思ってやってます。まあ、部門長会議っていうのが毎月1回開催されてまして、まあ、その場で若い子の意見取り入れていって、まあ、不満がないかな、もうちょっと仕事を楽しくなるためにはどういったことをしたいかな、そういう意見を集めていきましょうっていうのが先日決まりまして、アンケートを取って、それを収集して、じゃあ今月これを目標にしましょうっていうのを会社全体でやっていこうっていう取り組みは始まったところです。そういう意見はじゃんじゃんこう使っていこうっていうのも思われてるんですか。そうですね、まあ、若い子っていうのはやっぱり言いにくいと思うんですね。僕ら二回りも離れたような先輩たちに正直な意見を言いにくいと思うので、アンケートにしたりどうやって収集していくかなっていうのは僕らが頑張ってやらないといけないことかなと思ってます。今まさに飛躍の時を迎えようとしている会社で実際に働いている若手社員は、
やりがいみたいなところをお伺いできますでしょうか。あ、上司だったりとかともこう会話なども隔たりがなくというか距離が近く感じるのもあって、やっぱこう仕事の中でも何か意見だとか提案とかは何か思うことがあれば言う伝えて、でそれを聞いてくれる、だからその辺がいいところだと思います。その意見が言いやすいって非常にいい環境かなと思ってて、はい、その意見が言いやすいのはご自身的になんでだと思います？やっぱり基本初めってこう基本的なというか、やっぱその人なりのやり方って教えていただくじゃないですか。でその中でもやっぱ別にそのままじゃなくていいし、こう自分がここはこうした方がいいんじゃないかとか言ったらやっぱりそれでやってみて、で全部丸投げじゃなくてそれはちゃんと後で確認してくれたりとか、見てはずっと見て後ろで見ていてはくださるんで、だから余計やりやすいのかなとは思います。最後に佐田社長に今求めている人材を聞いてみました。まあ、我々幅広い視野を持ってですね、いろんなことに興味を持つタイプの人といいますか、まあ、関西弁でいういわゆる一丁神というかですね、そういう人材を求めてますね。我々の商品のことだけを知ってればできるというものではなくて、やはりその周りにある設備だったりとか、お客さんがそれ以外そこの言葉で表現されている以外のところで何を求められているのかという部分まで汲み取るような力だったり技術力だったりっていうところがある人材、そういうふうに育っていける人材っていう意味で言うと、やはりそういう一丁神気質のある人というか、そういう人を強く求めてますね。今日の取材を通して社長と社員の距離感が非常に近くて、また若手社員の意見を積極的に取り入れながら迅速な意思決定のもと成長を遂げている企業だなというふうに感じました。三和エンジニアリング株式会社さん、気になった方はぜひチェックしてみてください。以上、注目企業の三和エンジニアリングさんを紹介しました。参考になったでしょうか。 CM の後はゲストをお招きして就活にまつわる疑問に答えていただきます。さあ、ここからは就活生や求職者の皆様のさまざまな疑問や質問にお答えいただく就活クエスチョンのコーナーです。今回のゲストは株式会社リンクプラスの取締役福岡かなさんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ゲストの福岡さんには就職・転職にまつわるあれこれを採用する側の視点でズバリ本音でお答えいただきます。株式会社リンクプラスさんは2017年に夫婦で立ち上げた会社で、内装業をメインにされています。クラウドファンディングでオリジナルの壁画を制作できる機械を購入し、他社とは被らない空間デザインに力を入れています。また姫路市内で箱プラスというレンタルスペースの運営、イベント企画、ライブ配信のサポート事業も手掛けられています。では早速なんですけども、福岡さんがお仕事されていてやりがいに感じる時はどんな時でしょうか。もう一番はやっぱり家族だったり、そばに行ったりする友人とか、はい、仲間とかが、まあ、笑顔になることが一番のやりがいかなと思うんですけど、なんでそう思うかというと、働くっていう語源が旗にいる人、そばにいる人を楽にするっていうのが語源だっていうことを知った時から、そばにいる人が楽になったり楽しくなったりすることが、まあ、自分自身の中での仕事のやりがいかなというふうに感じたので、はい、仕事のやりがいはすごくかなと思ってます。2017年に、まあ、夫婦でこう会社を立ち上げられたというところなんですけど、その起業のきっかけとか。きっかけはですね、ちょっと惹かれるかもしれないんですけど、離婚するかあの会社を起業するかっていう、はい、2択しかその時ちょっと私たち夫婦にはなかったので、そう、もし差し支えなければ、はい、その2択に立った背景とかってあるんですか。あのずっと私子育てっていうか、まあ、専業主婦からスタートして、でおうち起業してってやってたんですけど、やっぱりどん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 社会に出ていくと、やっぱりもっともっとこう自分のキャリアを積みたいなって思ってしまって、そうするとやっぱりこう夫との距離がどうしてもこう離れてしまって、まあ、離婚は後でもいいやって、とりあえず会社作ってみようって言って会社を作ったら、意外とこうなんていうかな、子供の話しか共通点がなかったのに、どんな会社にしようとか、どんな名前にするとか、どういうビジョンを描いてるみたいなのを話すようになって、そうしたら自然とこう夫婦仲が良くなったっていうで、まあ、今は離婚せずに、はい、2人でやってます。私今現役の大学生なんですけれども、はい、なかなかやりたいことがあっても
こう毎日忙しくて手をつけれないっていう学生も多いのですが、その中で福岡さんの仕事術であったり、また家庭と仕事を両立する方法を教えていただければと思います。はい、他力を使うっていうところが私の仕事術なのかなって思っていて、苦手なものは得意な人にお任せして、自分はもう得意なことだけやるっていう方が、まあ、効率もいいのかなと思っているので、結構私は他力を使うようにしてます。であと仕事と家庭の両立っていうのは、今はなんか両立させようってこう思いすぎないことが実はコツなのかなって思ったりしてます。それでは恒例の質問です。はい、福岡さんがお仕事される上で大事にされているものは何でしょうか。はい、今日持ってきたんですけど、これです。名刺入れ。初めて名刺を持ったのは自分が起業してからなんですね。名刺を持つときにやっぱり名刺入れるよねってなったときに、やっぱり自分が一番ときめくものっていうのを、持とうと思ってこれにしました。何か、まあ、このお名刺を持ち出してから、お名刺入れを持ち出してからのお仕事の思い出とかってありますか。その営業の仕方もわからなかったときに30分ぐらい怒られたことがあって、その相手のオーナーさんというか社長さんというかに、それがやっぱ一番の思い出かなと。どうでもいい人やったら別にすぐ帰れって言ったらいいところを、やっぱり30分かけて話、あんなの熱量で話してくれたってことは、まあ、私のこそ育ててくれようと思ってたのかなと思っていて、まあ、そのおかげでまた頑張ろうって思えてる今のパワーとかもあるので、今はすごく本当に感謝しています。それでは最後に就活生にメッセージをお願いします。はい、絶対にあなたのことを必要としてくれる会社っていうのがあるんじゃないかなと思っていて、行きたい場所も大事だけど、自分が必要とされているのかどうかっていうのもポイントとして見ていってほしいなと思います。今日は貴重なお話聞きました。はい、福岡さんの、まあ、自分の得意なことは精一杯頑張りながら、まあ、苦手なことは時には周りを頼っている、そういう姿勢大変勉強になりました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。就職活動 TV、 今回も就活に役立つ情報をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。今回紹介した三和エンジニアリングさん、社長さんと社員の距離が非常に近く、若い人の意見を積極的に取り入れる素敵な企業さんでしたね。番組ではこれからも地元兵庫で就職を考える皆様に就活情報をどんどんお届けしていきます。就職活動 TV、今回はこの辺でお別れです。次回もお楽しみに。